皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイくんです。つむつむ実況やっていきます。よろしくお願いいたします。さあ、ガチャのお時間がやってまいりました。その前にこちら無課金でやっております。よろしくお願いいたします。さあ、もうどんどん今月来ますね。結構ね、コインがね、集めれてなくて厳しいんですけども、こちら今やってる映画のやつですね、モアナと伝説の海、そしてなんと曲付きでございます。そしてね、気になるのがモアナの紹介文、海を愛し海に選ばれた16歳の少女ジャスティスみたいな、そんな匂いがしますが、横ライン上にツムを消し、ライン上のモアナがボムに変わるよ。すごいなこれ、気になる、これ使いたい。そしてマウイさんが、モアナの相棒、変身の達人で風と海を司る半身半人、使うたびに何が起こるかわからないというわけで、ジーニーみたいな感じですね。そしてこの子たちも出るという感じなんですけども、ぜひゲット目指しましょう。曲ね、一応聞いたんですけども忘れてしまったんでね、今回はまあ一応全部弾く覚悟でやるけども、出たらそこで終了いたしますというわけで、よろしくお願いいたします。さあ、お待たせしました、チケットも使っていきます。いや、今回ね、出るかすげえ不安。なんか今までね、最近すげえ調子いいから、どうやろ、来い、よっしゃマジか。マジか、よかった、嬉しい。一発ゲット、さすが海を愛し、海に愛された少女、ありがとうございます。あとはなんか半信半疑みたいな、そういうやつをゲットすれば OK です。いや、めっちゃしまして、いや、どうしたらええのこれ、どうしたらええこの動画、使うたびに何が起こるかわからない、ゲットでございます。マジか、チケット使っただけでゲットできた。あと2回引こう、あと2回引こう。じゃあ最後にゲストに弾いていただくんで、いや、マジか、これ、どうしよう、短いな、どうしよう、ちょっと待って、何それ怖い、俺モアナに愛し、モアナに愛された男かもしれん、俺が、俺自身がジャスティスかもしれんけど、最後にじゃあゲストに弾いていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、ゲスト、スヌ様でございます。さあ、このスヌ様はどちらに愛されているのか、女の子か、あの変なおっさんみたいな、神みたいな、半信半疑みたいなやつに愛されているのか、皆さんお楽しみに。ではスヌ様、よろしくお願いします。女の子がでもね、スヌはね大好きといつも言ってるので、ぜひ女の子を弾いていただきたい。せーの、いけ、来い。ちょっと待って、どういうこと、怖い、もう一回引くわ、ごめん、なんか来てるみたい、俺に今流れ、モアナに愛されてるわ、どう考えても愛されてるから、もう一回行きます、行くぞ、せーの、来い、私はあなたを受け入れる。シンバちゃんです。まあ可愛いし、モフモフなんで、よしとしましょう。いや、これで終わろうか、じゃあ。いや、めっちゃ嬉しいわ。今日ね、実はむっちゃ不安やったんですけど、まあ、とりあえず、挨拶をしておきます。ガチャはこんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いいたします。じゃあ、ここからね、この2つのツム使って遊んでいこうと思いますので、ぜひ、お付き合いください。やったねー。というわけで、で、まあ、早速、モアナちゃん使っていきましょうか。横ライン上にツム消し、ライン上の、そう、モアナが、ボムに変わるようやから、その真ん中ら辺にモアナちゃんが、いといてくれれば、いいってことか。42チェーンはちょっと無理やから、そう、結構ね、今、イベントも苦戦しとって、なかなかね、コインも貯めれない状態なんですけども、キョキョキョ。ほんでね、あ、これまず最初は普通にプレイします。まず余談は後にします。余談は後にして。じゃあ真ん中にモアナちゃん置いときたいんだけど、あ、でも消そうか。で、行きましょう。来て、おー、すげえすげえ、ボムに変わった。あれは、冷えたことになるのかな？どうなんやろ？あれは、その、なんていうか、一つのツムとして扱って消えてくれてんやったら結構ありがたいよね。さらにボムになってるっていうことは、あ、この曲聴いた、そうそう、この曲を聴いたんですよ、俺。PV かなんかで。
でね、そう、PV 見たんですけど、なんかもっとね、ほんわか俺してる、なんか可愛らしい映画やと思ってたんですけど、結構ね、こう激しいんですよ。で、なんか、あなたは海に愛し、海を愛された女の子なのじゃ、みたいな、そういうなんか、あの、金色の斧に降り立つ、みたいな、そういうおばあちゃんが、モアナちゃんを見初めて、で、あんた海行ってき、みたいな、そんな感じで海に連れてかれて、で、そこで、何やったっけ、モアイみたいな、その名前のやつを、仲間にして、で、そこで冒険に行くの、すげえ、ボムだらけ、みたいな、ほんと、冒険大活劇やったっけ、そんな感じのやつみたいですね。あとね、リロ&スティッチ的なね、なんか、ほんわか系かと思いきや、全然戦います。鬼のように、戦いますという、そういう映画ですので、今公開中やから、まあ、見に行ってみるのもいいのかもしれません。シュン、テレーン、テレーン、テレーン、みたいな。そんな音すげえな。真ん中にモーナーちゃんとめっちゃ消すね。で、まあしかしちょっとコインは稼げへんから、まあボム、じゃあね、ボムのイベントで、うん。で、今、通常じゃないボムにもなってたっけ？ちょっとそれちゃんと見てなかったけど、多分ね、特殊ボムにもなってた気がするから、うん、その辺が結構いいのかなという感じでございますね。ほっぺが赤いツモを使って、長いチェーンってめっちゃむずない？これよく考えたら。誰ですんねやろね。ラプンツェルも、エルサも、サリーも赤くない？ほっぺた。これどうやんねやろ、よく考えたら。誰かでやったでっていうのあったらぜひアドバイスください。では次、マウイさん使っていきましょう。多分これジーニーみたいなスキルやと思うんですけど、内容が違うのかな？楽しみ。さあ、ジーニーね、結構好きやから、この子もね、好き系やと思うな。パチンっていう技が大好きなんやけど、さあ、じゃあ何種類か見たいから、まだレベル1やからそんなに色々出えへんと思うけど、一応は見れるだけみたいね。さあ行きましょう。おーおおお、なんか弾持ってたよ。結構こいつあれやな、野蛮というか人殺し系やな。平気で人殺すみたいな。おっ、シュン、人殺すねーこいつ。相当の悪党かもしれんけど、神なんこれが。え、それしかせえへんねんけど。バカの一つ覚え神やんけ。どうしたお前、そんな神かお前。これもう一回いこうか。これこうして、あ、まだいけへんか。待てよ。これこうして、さあ行きましょう。え？あれ？おお、おお、変わった変わった。変わったぞ。なるほどね。あ、ここは、これは確定なんや。あ、めっちゃええやん。で、みたいなやつで、え、なんかいっぱい増えて、オラオラで神様をいっぱい消していく。あ、なるほどね。面白いね。いいよいいよ。じゃあこれ使っていきましょう、もう一回。今のところ2種類。こっから。お、いいね。ボムを使う。あ、いいよ、これ。いいね。めっちゃいいな、これ。マウイやったっけ、モアイやったっけ、どっちか忘れたけど。うん、これね。ファルコン呼ぶやつね。なんかこういう見かけの人って、だいたいファルコン呼ぶよね。カプコンのね、ストリートファイターっていうゲームでも、こういうね、タイプのやつがファルコンみたいな、そういうファルコンダイブみたいなのしてました。ピチャ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 。ピチピチ跳ね取るで、お前打ち上げられたのか、かわいそうな金魚みたいなやつがいましたけども。じゃあこれ掴みましょう。今んとこ3種類。でも3種類かな、まだレベル1やから見えてんの。言うてもレベル1やからまだ3種類しか出てこないかもしれない。さあ一回。おー、これね、これね、これもいいね。モアイさん。このおっさんが増えるから、かなりいいよね。スイン。で、これもいい、これもいい。2回盾で消去するってことはかなり、あ、こいつ俺めっちゃ気に入ったかもしれん。このおっちゃん相当気に入ったぞ、俺。もっとレベル高くしたいね。結構コインも稼げそうな感じのスキルも出つつ、さあ、ポン。いいよいいよ。でもボムが真ん中にできてしまって、そこを消すっていうのはいまいちいただけない。惜しい。でも1000ぐらい稼いでる。結構ええ感じ。あ、この子俺、好き。この子かなり気に入ったからね、今後レベル上がってくれたら、ジーニーみたいなお気に入りキャラになってくれる可能性がありますが、とりあえずは、今回はこんな感じで終了です。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、短くなってしまったかもしれないんですけども、
いや本当に安心しております。本当に良かった。めっちゃね今日はね出んかったらねすげえ申し訳ないとか思ってたんですけども、なんとか2体ともゲットすることに成功いたしました。皆さんご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらねぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃ励みになるのでよろしくお願いいたします。それでは次回も楽しみに。そしてねなんとすぐもしっかりと目当ての女の子をゲット、さすがでございました。では次回もお楽しみに。ココロリングゲームズベイくんでした。バイバーイ。